この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。はい、シンサーマニア TV をご覧の皆さん、こんにちは、シンです。今回キュートップさんからご紹介いただくのはクリスマス用ライト LED39 のソーラー充電イルミネーションでございます。はい、先ほどちょっと充電していたので、もう開けた瞬間光ってますね。ちなみにこれが充電をする場所で、ここで充電をすることになりますね。でここのセンサーが暗くなると、ひっくり返してみますね、すると点滅するっていう感じでございます。でこのボタンがこれがオンオフなので、これを1回オフにすると光らないですね。でもう1回オンにするとセンサーを隠すと光るっていう感じになります。で左側はモードとなってますので、これをじゃあモードを切り替えてみます。今点滅でモードを押すと、なんか今上灯みたいな感じで常についてますね。もう一回モードを押すと点滅をする。もう一回押してみると、なんか上灯と点滅の2種類のモードっていうことでしょうか。はい、中身をやる前にもついていたので早速説明してみましたが、英語での簡単なオペレーションインストラクションって書いてますね。でこれが LED が30球入ってるという感じになります。音聞こえますかね、なんかガラス玉みたいな感じですね。でアップしてみますと、こういう感じです。こういう感じのガラス玉の中に LED が入ってるみたいな感じですね。こういう感じです。でもう一回点灯させるとこういう感じですね。これが30球あるという感じになります。で、まあ、紐でつながっていて、これをこの2本の杭でちょっとこれ差し込んでみますね。こういう感じで差し込んで、でどこかに差し込んで、これはでこういう風に動かすことができますね。でネジで止めて、でどこ側が暗くなったら反応するのかな、これちょっとわからないんですが、全体的に覆うと反応されてこういう風に光ります。この30球を、まあ、クリスマスなどにうまくイルミネーションに使ったりするかもしれないし、もしくはもうクリスマス関係なくそのままちょっと飾るのもちょっと考えてみます。以上、今回はキュートップさんから提供いただきましたクリスマスツリーの飾りライト、イルミネーションライトの紹介でございました。それではバイバイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。